刀剣乱舞無双。よし、西暦2205年、歴史の改変を目論む歴史修正主義者によって過去への攻撃が始まった。時の政府はそれを阻止するため、さにわなるものを歴史の守りとした。さにわの物の心を霊気する技により、刀剣は人の形を得て顕現する。その名も刀剣男子。彼らは時を遡り、時間素行軍を率いて歴史改変を目論む歴史修正主義者を討つべく戦いを繰り広げる。ご推か、三日月殿。夢でも見ていたかのような顔ですね。お疲れなのだろう。少し休んでは。心配されてしまったか。時間速攻。なぜ。直ちに戦闘態勢に入ってください。強化開始します。村正、トンボ切り。今は始めよう。出陣か、わかった。五剣が一つ、三日月宗近。行くぞ。どうやら時間素行軍は追いかけましょう、三日月殿。本丸のため。時間素行軍よ。さ、切りますよ。
ジジイと言っても今は止まらんよ。時間素行軍の消滅を確認。敷地内を回ってみますか。その必要はありません。先導します。案内とはありがたい。時間素行軍の部隊を複数発見。撃破してください。言われるまでもあります。また本丸で時間素行軍とまみえようとは。だが誰もかけさせはせん。熱くなっていますね、コンボ君。私も続きましょう。終わったな。おや、あっさりと倒せてしまいましたね。いや、変化したのは我らの方だな。いつもよりも。先ほど強化がどうのと言っていた。お疲れ様でした。今後のため暫定的ではあります。第一部隊はサニワが定めていた通り、ここにいる皆様、そして隊長は三日月宗近といたしま。待ってくれ、近之助殿。まず政府は私たちの事情を知った上で。事情？この本丸のサニワが長らく戻ってきていないことですか？どうやら隠していたつもりなのは俺たちだけか。なんと。ではずっと黙認されていたと。しかしそれならなぜ今になって。時間素行軍の襲撃に合わせたかのようにお出ましとはまさかと思いますが。他の刀剣男子はまだ応戦中のはず。私はそちらに回ります。逃げられましたか。聞きたいことがたくさん。さて、この事態、本丸。河川金貞、いちご一振り、ナマズを投資ろう。なんだ、突然すぎますな。俺たちの手に何入れたんです？さあ、すぐに戦闘開始です。隊長は河川金貞。第二部隊の力を見せ。取り付く島もなしか。みやびさのかけらも見当たる。迅速に型をつけさせてもらうよ。二度とこの本。ええ、今残る15振り、必ず本丸を守りきる。今度こそ。私にお任せください。支度は万全。行ってまいります。時間素行軍は複数の部隊を出してきたか。心配はありません。そのために皆様に強化を施。なるほど、さっきのは強化だったと。うわ、今の技見ました？俺びっくりしちゃいました。なる
この力があれば敵が多くても十分対抗できそうだ。本当になんとかなった。もしあの時この力があったなら。ナマズ、考えるのは後にしよう。新手が来ている。気を抜かずに。時間速攻具、僕らの本丸は壊させないよ。ああ、おとなしく首を差し出してもらおう。頼もしいな、イチゴさんは。こんな感じかな。新しい力の使い方にも慣れてきたよ。お覚悟。みんなは無事だろうか。早く倒して合流しよう、一味。よし、突撃だ。政府にはとうに見放されたものと思っている。任務が終わりました。すべて倒せたね。みんな無事で。しかし時間速攻軍の襲撃と同時にこんなすけ。それよりも今は他の仲間が心配だな。ああ、これで終わりだとは到底を。全て切る。この怒りをぶつけなければ。その思い、俺こそが抱えるべきものだ。気持ちはわかるが、熱くなりすぎるなよ、本丸。その通りです。敵は多数、冷静。金之助、お前どこから。失礼ながら皆様に強化を施しました。どうぞお確かめください。ここにいる皆様を第三部隊に編成します。隊長はへしきり長谷部。主に捧げるための戦を。我が力は主のために振るう、それだけだ。さーて、始める。奴は他の時間速攻軍よりも幾分かて。だからなんだ、常に視界に。熱くなるのよ。時には引いて火を伺うのも大事だぜ。体は温まった。行くぞ。この本丸にあだなす敵は切る。ああ、開始だ。勢いがあるな、長谷部。新手が来たようだ。敵が何であれ切るだけだ、やつ。俺たちの本丸を襲ったり、後悔させてやる。覚悟せよ、この本丸は壊させない。ここは譲れん。決死
ち負けてどうする。貫かせてもらったぜ。さあ次だ次。手加減はせん。敵は一掃した。行くぞ。時間速攻軍の消滅を確認した。いやまだだ。本丸の他の場所だから熱くなるなって。ここにいる皆様を第4部隊に編成します。隊長は。おっと、こりゃ驚きだ。紺之助じゃないか。すっかり時間速攻軍に囲まれてるみたいだね。今重要なのはそこではありません。時間速攻軍と戦い。何なんだこの手は。くっ、強化文様です。皆様の適応力を見せてく。何を言っている。ふざける。まあまあカラちゃん、気持ちはわかるけどね。任せておけ。驚きの結果をもたらそう。かっこよく行こう。せっかくの晴れ舞台だ。かっこよく行こう。こりゃまた団体さんのお出ましだな。久しぶりの戦闘だ。鶴さん、カラちゃん。俺一人でもし。お、驚くほど体が軽いな。頑張れば飛べるんじゃないか。また時間速攻軍が現れたね。一緒に行けるかい。引かれるまでだ。もともとしていたら置いていくぞ。今さら襲撃くらいじゃ驚かないぞ。ただな、紺之助が来たとな。とはいえ、妖精を承認。必殺技を解放します。力を解き放ち。お、新しい力かい。始めようか。防御しても無駄だよ。ここで華麗に決めてこそだよね。お、三つ棒かっこいいね。かっこよく戦えたかな。必殺技の発動を確認。おい、どうやら僕らに施されたのはこんな力が必要な事態ってことか。どうやら退屈しないで済み。変則的ですが、2名を第5部隊に編成します。すぐに交戦に移ってください。おい、へえ、笑えるね。隊長は山ん切り国広に任じま。まして偽物くんが隊長とは馬鹿げた話だ。まあいい、今は戦おうか。どうせ政府も紺之助を通じて知るはずだ。ご期待には応えなければね。いい。
この俺に何を期待しているのやら。ヤマンバ退治なんて俺の仕事じゃない。それにしても俺が隊長で不満なんだ。分かってる。まあその頼りない言動でここで実力を示して役を変えてもらおうかな。敵を倒す速さでも競うとくだらないな。この辺りの時間素行軍は倒せたか。本丸が心配だ。早く戻らなければ。やれやれ、すんなりとは返してもらえないよ。手伝ってやってもいいが、隊長の見せ場まで奪ってしまうから。そんなこと気にしている場合じゃない。援護を頼む。できている気がするな。安心している場合か。早く敵を片付けるぞ。ヤクビタ、散策中にお前と出くわしてついていないと思っている。文句を言うなら早く終わらせればいい。俺もそうしよう。ソラ、任務は終わったぞ。ひとまず時間即応軍は仕事はこなす。それだ。三日月、皆さん無事で何よりです。見事な成果、想像以上でしたね。改めまして、私は紺之助。この度配属になりました。時の政府はこの本丸をずっと観察してきました。各部隊の対応および戦闘結果を確認。その上で皆様を教習調査の出陣対象に認めます。教習調査、まずは実戦にて判断します。第5部隊ヤマンバギリ国広ヤマンバギリ町議出陣を。なんだと。へえ、話を聞く価値はあるか。問題ない。報告を待ってくれるかな。改めまして、
私は近之助と申します。以後お見知りおきを。ここで脱げばいいんですね。ご注目を。さて、俺が役に立つか。行ってくる。そこにいないと分かっていますよ。風のいたずらですか。分かりました。ここは天正10年合戦場備中高松城への時間疎行の完了を確認しました。時間疎行軍による歴史改変の結果生じる義士の演算を開始します。成功。映像を投影します。これは黒田殿、聖望が時の政府より命令です。時間疎行軍による歴史改変を食い止め、この義士を阻めとのことです。待て、強襲調査とは何だ。それにまあいい、久々の出陣だ。この戦いで俺の実力を示すまで。おい騎士が検出されました。詳細はこちらをご確認ください。情報をよく確認してください。ここは備中高松城の戦いの真っ只中です。時間疎行軍は高松城主側についた模様。時間疎行軍に襲撃を受けている羽柴秀吉らを助け、通常の出陣通り歴史敵を切るだけなら単純だね。強襲調査なんて大行な名前にして。説明はおいおいいたします。
まずは皆様の働きを見せてください。あくまで腕試しってことかな。なぜ俺なんかが先陣を。第一、写しの俺。いい加減にしろ、偽物くん。隊長に選ばれるのは今回だけではないだろう。以前もお前が選ばれていた。この俺ではなく、に写しは様の働きに期待します。わかった。偽物くんのお守りをすればいいのかな。秀吉がここで死ねば歴史は変わる。時間疎行軍の企みを阻止しなければ。先へ進むにはあの門を。ちょうどいい。あそこの兵士を助けて。開けてくれ。羽柴秀吉を助けに。わかった。助太刀、感謝する。こんな山奥に羽柴。羽柴秀吉の姿は何だ。あの門の奥か。俺はさっさと敵を切って門を開けてもらうとしようか。望むところ。門が開いた。先を急ぐぞ。どうか殿、お助けください。主君の身をあっさり任せる。人がいいと言うべきかな。門を開けよう。みな隙を見て。秀吉、今あんたに死なれては困る。ここは任せ。下がっていてくれ。誰か知らんが助かった。遠慮なく、わしは駿府にいさせてもらうぞ。主君まで人がいい。俺を移しと侮ったことを後悔させてやる。俺は偽物なんかじゃない。器が大きくて何をする。いいなか。これでどうぞ。
ソラ、任務が終わったぞ。どんなに強くなっても所詮は写しだ。さて、調査完了。羽柴秀吉の救出を確認。騎乗してください。修復が進みました。詳細はこちらをご確認ください。情報をよく確認してください。お疲れ様でした。守備は上々でしたね。本陣を守っただけで合戦場を離れていいのか。当然歴史の修復はまだできていません。ですが全ては指示通り進めてくれということかな。だな。この通り体調ははっきりしない。だから勝手に言わせてもらうが、俺たちの本丸の状況は芳しくない。政府の支援がなければこの働きで俺の処遇だけでも考え直してほしいかな。是が非でも成功させると政府に伝え。お前みんな漂い続けることがいいとは思っていない。そうだな。で、今後指示は主からのものだと思って進める。命令のままに。はい、結構です。その心意気で頼むよ。三日月たちにもよ。分かった。将棋の言う通りだな。確かに主がいない僕たちがこの本丸を守る。報告受けたまわったぞ。わっ驚いたか。いやいや、あんまりにも悲壮な顔してるもんだからさ、ついな。まあ久々の戦い結構じゃないか。どいつもこいつもやはり。いいですね。わかりました。さて、皆への報告が済んだなら。ああ、この説明の簡略化のため、この調査ではあえて備中高松城の戦いでは水攻め策の成否が鍵で。堤防投影された映像にあったものか。はい、堤防建設を指揮するのは天才軍師黒田官兵衛。へえ、早速要所じゃないか。ああ、新たな流れが検知されました。ああ、俺に構うな。切って捨てればいいだけだ。堤防を破壊して水攻めを阻止する。いかにも時間速攻軍好みの力を知る。
すでに戦闘が始まっている。急ぐぞ。俺に指図とは。やる気が出たようで何より。化け物どもの狙いは我らではない。へえ、この状況で指揮を取るとは。さすがは黒田官兵衛。だがすでに堤防は何箇所か脆くなっている。速やかに済ませよう。ぶった切ってやる。敵に死を与えたよ。これが羽柴の堤防か。随分と大きいな。よくも突貫工事で作り上げたものだ。敵の造園塔。なんだあれは。時空の歪み、時間素行軍の侵入口です。堤防に絡みついているのは助かる。そんな風に散らすものなのか。新手が来たか。格下がどれだけ来ようと無駄だというの。あいつらも全部切ればいいんだ。敵の数が多すぎる。要請を承認。総統必殺の使用を許可。二振りは連携し力を解放してください。聞き覚えはないが、まあいい。素行軍の侵入経路はすべて。黒田官兵衛が俺たちを見ている。修復が進みました。見事でした、山ん切国広。俺たちに何をした。手助けを施さなければあれほどの多勢。必要に応じて連携するか。それが連携する態度か。
うん、この力は悪くない。お聞きください。おや、伝説を増やしに行けますね。ヤマンバギリ国広だ。なんだその目は。写しだというのが気になると。よろしいですか、ご注目。使いこなせればいいな。よろしいですか、ご注目を。これで戦うのか。よろしいですか。俺こそが将棋が打った本家、ヤマンバギリ。どうかしたかな。これが本家の実力だよ。俺の力を見せつけられそうだ。今まで以上に見せ場が増えそうだ。ヤマンバギリ国広だ。なんだその目は。写しだというのが気になると。いいですね。ここに控えているか。ご飯作ろうかな。お使いみたいなもんか。行ってくるぜ。はい、わかった。堤防は破壊されずに済んだ。水攻めさん。いいえ、演算結果は未だ義士の流れのままですよ。時間素行軍はまだ策を持っています。残念ながら次の2つの地点は戦場の詳細分析ができています。合戦場をくまなく探ってください。分析が進めば調査完了への道が開けるでしょう。いきなり難度が上がったな。まあ時間素新たな流れが検知されました。毛利の援軍が到着し加勢し始めたか。どうにも時間素行軍側に都合が良すぎる展開だ。毛利はおそらく時間素行軍の干渉を受けたのでしょう。干渉を受けた。転送された情報を見る限り時間素行軍は将たちを自軍に取り込み手足としています。目を覚まさせるためにも操られている将兵も時間素行軍同様。人間を相手に戦えということか。兵士の存在は歴史に関わるぞ。無差別に切り伏せるわけにはいかない。よく考えて対処しよう。この俺にな。偽物くんのお守りをすればいいのかな。
山ンバ退治なんて俺の仕事じゃない。毛利に時間素行軍の干渉を受けた者がいる。そいつを正気に戻せばいいんだな。干渉を受けたのは指揮権を持つ人間。将以外の奴らに構う必要はない。我々は頼もしい味方を得た。行け、織田軍を踏み潰すのだ。時間素行軍と一緒になって戦うか。少しお気を据えてあげよう。かかれ、やらせるな。荒領事だが、これで正気に戻るかな。他の将を探すぞ。一人でもだが、毛利軍の士気は高いままだ。これより先は戦場の解析が不十分です。よって戦闘を中断します。何とかしろということか。ずいぶん難民役もいたものだ。コウノスケ。はい。どんなに強くなっても所詮は写しだ。どういうことだ。
うまく隠されましたね。発見しきれなかった敵の居場所がある。見逃していた場所があると。姑息にも身を隠して動いていた奴がいるなら、敵の戦力を減らして引っ張り出すのが一理あるな。するな。俺は俺の戦いをするだけだ。今戦場に出ている奴ら以外にも時間疎行軍の干渉を受けた者がいるようだ。そいつが尻尾を出すなど敵の戦力を削る。高みの見物などできなくしてやるさ。我々は頼もしい味方を得た。行け、織田軍を踏み潰すのだ。時間速攻軍と一緒になって戦う。少しお気を据えてあげよう。荒領事だが、これで正気に戻るかな。他の将を探すぞ。が続いているな。干渉を受けた将が潜んでいるかもしれない。いいですね。あら、時間速攻軍だ。敵が次々来てくれるんだ。俺を撃つ人を侮ったことを後悔させてやる。俺は偽物なんかじゃない。都合のいいあれを利用し騒ぎを起こす。お前たち、あやつらを止めるのだ。よし、騒ぎに振られて出てきたな。早く正気に戻すぞ。戦場の解析が完了しました。戦闘を再開します。かかれ。
れている奴はいなそうだ。残りの武将も片付けるか。またしてもお前たちか。助太刀に。これを写しと侮ったこと、後悔させてやる。切る。俺は偽物なんかじゃない。感謝するぞ。別に味方をしているわけじゃない。俺たちにも目的があるだろうな。ソラ、任務が終わったぞ。どんなに強くなっても所詮は写しだ。なぜ我々は織田方へ攻め込んだのだ。急いで引け。皆正気を取り戻したようだな。これで歴史は元の流れに戻るだろう。ああ、俺たちも騎乗。やった。ちょっと強くなったかも。ご注目を。あ、何かご入り用ですか。よろしいですか。ご注目を。配慮いたします。よろしいですか。俺がこんなものいいのか。ではそれでいこう。